インダス川川口の西に位置する。シンド州の州都であり、世界有数のメガシティである。2016年の近郊を含む都市的地域の人口は2282万人であり、世界第7位である。また、パキスタンにおける商業、金融の中心地でもある。位置は、北緯24度48分、東経66度59分。 パキスタン建国から1960年8月1日に首都機能がイスラマバードに移転するまでは同国の首都であった。バローチスタン州やマクレンに住んでいたバローチ人が漁村を作ったのがカラチの始まりである。バローチ人の多くが今もなおカラチに居住しており、バローチー語ではこの都市のことをコロッチーと呼ぶ。しかしながらカラチが 現在の姿に発展するようになったのは19世紀から始まるイギリス植民地時代に植民地支配の拠点として都市及び公安を整備したことに起因する。1947年パキスタンが独立を達成するとカラチはパキスタンの首都となりインドからムスリムが多く移住した。独立直後の人口移動によりカラチは 急速に人口が拡大するとともに、パキスタンにおける政治、経済の中心として機能するようになった。カラチはインフラストラクチャーが貧弱だったこともあり、社会経済的に大きな問題に直面したが、現在では、パキスタンにおける産業、ビジネスの中心地として発展を遂げた。現在のカラチを中心とする地域は、古代ギリシアの時代より、 様々な呼ばれ方がされてきた。アレクサンドロス3世はインド遠征からバビロニアへ帰還する際にカイロを選択しているがその頃の呼び名は黒からであった。8世紀にはアラブ人の間ではデバルと呼ばれた港町であり712年に始まるムハンマドイ文化・アーシムによるインド遠征の拠点となった。今日のカラチはマイ・コロッチーと呼ばれる。 シンド人の漁師が住居を構えたことから始まっており、その村は後に、シンド語で、コロッチー・ジョーゴスと呼ばれる村に成長していった。1700年代の後半になると、村は、マスカットやペルシア湾と結びついていた、アラビア海の地域との交易の中心地となり、マスカットからは、大砲が輸入され、城塞も建築された。城塞は二つの門を持っていた。 一つは、カラ・ダー・ウォーザーと呼ばれ海に面し、もう一つは、ミッタ・ダー・ウォーザーと呼ばれリアリー・リバーに面していた。1795年、カラチは、バローチ人のタルプールの支配を受けるようになった。1799年には、イギリス人の手によって小さいながらも、工場の建設が行われた。しかし、この工場はすぐに閉鎖された。 1839年、イギリス東インド会社は、カラチの支配に着手し、1843年には、他のシンド人居住地域とともに、チャールズ・ジェームズ・ネーピアの手によって、東インド会社の支配する領域に組み込まれることとなった。1840年代より、カラチは、シンドの首都としての機能を有することとなった。イギリスは、 カラチの地政学的重要性を理解しており、また、インダス川流域で生産される産品の輸出口としての機能もカラチは有していたことから、急速にカラチとその港は発展を遂げることとなった。カラチの地方政府はインフラストラクチャーの整備を実行に移し、新しいビジネスがカラチで勃興し、カラチの人口は増加の一途をたどった。 1857年、インド大反乱が勃発すると、カラチに駐在していた第21不評部隊は、イギリスに対抗する形で反乱に参加した。イギリスはすぐさま、カラチの鎮圧に乗り出し、これを制圧した。19世紀末の DJ サイエンスカレッジ1864年、インドからイギリスへ、最初の電信が試みられたが、その際のインド側の発信地は、 カラチであった。この頃、アメリカで南北戦争が勃発し、イギリス本国の綿花不足を補うためパンジャーブの綿花が着目されて、綿花を輸出するために、カラチからハイデラバード対岸の小鳥まで鉄道が建設された。鉄道はさらに延伸され、1878年には、カラチは現在のインドの領域と鉄道で結ばれるようになった。また、 フレアホールやエンプレスマーケットといった公共建築が建設されると同時にカラチの街にはキリスト教会、モスク、庁舎、市場、舗装された道路、港の整備が行われた。その結果、1899年にはカラチは東洋世界で最大の小麦輸出港へ変貌を遂げた。19世紀の終わりにはカラチの人口は10万5000人を数え、 ヒンドゥー、ムスリム、ヨーロッパ人、ユダヤ人、パールシー、イラン人、レバノン人、ゴア系の人々が住むコスモポリタンな都市へ成長した。1947年、パキスタンが独立を達成するとカラチは、パキスタンの首都となった。そのことにより、インドから多くのムスリムが移住することとなり、結果として、カラチは、文化の多様性を抱える都市へと劇的に変貌を。 遂げた。しかし、1958年に、ラーワルピンディに遷都するとカラチは長い間、経済的に停滞の時期を迎えた。旧市街地は無秩序な開発が進み、1976年9月13日には、築区1年の6階建てのアパートが倒壊して、約200人が死亡する事故も発生した。さらに、1980年代から1990年代に、 かけて、アフガニスタンから多くの難民が流入したことも、カラチの停滞に拍車をかけた。ムハージルと呼ばれる、インドパキスタン分離後に、カラチに流入したムスリムと、従来カラチに居住していた住民との間で、政治的に対立が生じ、暴力事件にまで発展することもあった。現在では、この対立は沈静化している。カラチは、パキスタンの経済の中心として、 首都がラーワルピンディーからイスラマバードへ移った現在も、君臨にし続けている。パキスタンに占める、国内総生産の大部分をカラチが占めている、現状は変わっておらず、現在では、カラチを中心とするカラチ都市圏の人口は、非公式では2000万人と言われている。また、パキスタンでは、経済的に活況を呈しており、新時代への機種的役割を担っている。 2021年にはサウジアラビアが、西油所建設計画地を、西方のグアダルからカラチに変更したほか、中華人民共和国も、一帯一路を構成する、中国パキスタン経済回廊のアラビア海側、開発対象をカラチにすることを決めた。一方で、カラチの治安は悪く、日本人が、犯罪にあったケースもある。2013年以降、 イスラーム過激派によるテロが相次いでおり、2014年6月8日には、ジンナー国際空港をパキスタン・ターリバーン運動とウズベキスタン・イスラム運動が襲撃し、治安関係者や空港職員28名が殺害された。カラチの衛星写真カラチ氏は、シンド州に属するが、州の生誕に位置し、西はバローチスターン州に接する。 市の中心部の北側をリアリー側が、南側をマリール側が流れ、中心市街地は、この両河川の間の三角州に発達している。街の南には、アラビア海が広がり、クリフトンビーチやマノラビーチといったビーチがあって、多くの市民が訪れる。中心市街地の西から南西には、関湖が広がっている。この石湖に接する地点に、港が置かれ、その周辺には、 旧市街が広がっている。旧市街から東に向かうと新市街であり、サダル地区を中心に、現在のカラチの中心となっている。2011年、カラチ市の地区政府は、東カラチ、南カラチ、中央カラチ、西カラチ、マリール地区の5つに分割され、この5地区が現在カラチ地区を形成している。市管理者は、ムハンマドフセインサイドであり、 市政長官は、マタナとアリカーンである。この他に、市内には、パキスタン軍によって管理される6つの宿営地が存在している。カラチは、砂漠気候に属するが、降水量は約250ミリメートルと、砂漠気候としては多い。降水量は少ないものの、海に近いため、湿度は高めである。降水は、モンスーンの影響を受ける7月から9月に、 集中する。また、モンスン時には、排水設備がほとんど整備されていないため、道路が冠水する。また、冠水した水も、主要道路を除いて、汚水処理されないため、微生物が繁殖し、感染症拡大の危険性が懸念されている。夏になると、海から涼しい風が吹き込むため、パキスタンでは、割合穏やかな気候である。 モンスーンの吹く前、5月から6月にかけてが、最も暑く乾燥し、寒気の終わりには熱波に襲われ、1000人以上が死亡する、厳しい環境になることがある。12月から1月にかけては冬に当たるため、やや気温が下がり、快適な気候となる。カラチの月間幸運記録は、1967年7月の429.3ミ、mm、リメートルで、ある。 1>, 1日の最高降雨記録は1953年8月7日の278.1ミ、mm、リメートルであり、この時カラチは記録的な大洪水に見舞われた。カラチの最高気温記録は1979年6月18日の摂氏47度、最低気温記録は1934年1月21日の摂氏0.0度である。 MCB タワーカラチは、パキスタンの経済、金融の中心都市である。パキスタン最大の都市と唯一の主要港としての地位に、ある、この都市は、パキスタンの歳入のかなりの部分を占めている。パキスタン連邦歳入庁によると、カラチは、パキスタン全体の直接税の46.75%、連邦消費税の33.65%、 国内売上税の23.38%を占めている。また、関税の75.14%、輸入売上税の79%は、カラチからのものである。したがって、カラチからの税収は、連邦歳入庁の集める、税金全体の53.38%を占め、そのうち53.33%が関税及び、輸入売上税である。 カラチの住民からの税収はおよそ25%程度である。パキスタンの製造業のうちカラチの占める割合はおおよそ30%である。シンド州の域内総生産のかなりの部分はカラチに追うものである。シンド州の GDP はパキスタン全体の28%から30%を占めカラチの GDP は パキスタンのおよそ20%を占めている。プライス・ウーターハウス・クーパースは2008年のカラチの GDP を780億ドルと推定した。2025年には年平均5.5%の成長率で1930億ドルになると推定している。なお、パキスタンではカラチに次ぐ大都市とされるラホール及びファイサラ・アバードの2008年の GDP はそれぞれ400億ドルと140億ドルとなっている。カラチの高い GDP は金融セクターに大きく依存している。繊維産業、セメント、鉄鋼、重機製造、化学工業、食品産業、銀行、保険がカラチの主な産業となっている。世界銀行は2007年2月にパキスタンで 最も企業活動がしやすい都市としてカラチを選んだ。カラチはパキスタン経済の中枢であるが政治的無秩序によって引き起こされた経済の停滞や1980年代と1990年代後半に起こった民族紛争や軍事作戦はカラチからの企業の流出を引き起こした。パキスタンの政府系及び民間銀行のほとんどは アアイ,アイチャンドリガー通りに本部を置いており、2001年には、パキスタンのキャッシュフローの60%がこの通りで、行われていた。多国籍企業のパキスタン本部もほぼカラチに置かれている。カラチ証券取引所は、パキスタン最大の証券取引所であり、この証券取引所が2005年以降のパキスタンの8%成長に、果たした役割は大きいと。 多くの経済学者は考えている。パキスタンの中央銀行であるパキスタン国立銀行はカラチに本店を置いている。カラチの人口は直近150年間で劇的に変貌を遂げた。非公式ではカラチの人口は2000万人に到達したとされる。1947年でのカラチの人口は40万人程度であった。 カラチの人口は年率5%の増加を続けており、この増加数には、パキスタン各地からカラチへ出稼ぎに出てくる労働者の数も含んでいる。カラチの歴史と関連するが、1947年以前のカラチには、パールシー、ユダヤ人、ヒンドゥー教徒、キリスト教徒、バローチ人、グジャラート人とシンド人が居住していた。しかし、 パキスタンの分離独立により多くのヒンドゥーがカラチを離れ、それに変わる形でインドから多くのウルドゥーゴアシャムスリムが移住した。彼らをムハージルと呼ぶ。ムハージルはインド各地からカラチへやってきたため、それぞれの故郷の文化、料理をもたらした。現在ではムハージルの存在がカラチのコスモポリタン性に彩りを添えている。一方で、 ムハージルと土着のシンド人との関係は、良好とは言えず、しばしば衝突が起こっている。カラチは、シンド州に属する都市だが、1960年代の推計では、カラチ人口における、シンド人の割合は20%に過ぎず、人口の6割以上は、ムハージルが占めていたとされる。1960年代から、シンド人の民族主義が高揚する一方、 それに対抗する形で1970年代からムハージルの地位工場を目指す民族運動が盛んになり、1984年にはカラチでムハージルの民族政党であるムハージル民族運動がアルターフ・フセインによって結成された。ムハージル民族運動はカラチを地盤として勢力を伸ばしたが、1992年には二敗に分裂し、 1997年には、アルターフ・フセイン派が透明を統一民族運動と変更した。1979年、ソ連によるアフガニスタン侵攻が勃発した。この侵攻を契機に、多くのアフガン難民がカラチにも殺到した。彼らは、カラチに定住し、その人口は100万人以上と推計される。また、アフガニスタンからの難民は、 様々な民族から構成されている。具体的には、パシュトゥーン人、タジク人、ハザーラ人、ウズベク人、トルクメン人である。カラチには、それ以外にも多くの民族が居住している。例えば、アラブ人、イラン人、フィリピン人、ミャンマーの軍事政権下から逃れてきた、ロヒンギャ人、ボスニア人、アルバニア人、ポーランド人、レバノン人、アルメニア人、ベンガル人であり、 また、アフリカから移住してきた人々も居住している。宗教的には、イスラム教徒が圧倒的に多く、1998年の国勢調査では、カラチ市民の96.45%がイスラム教徒であり、ついで、キリスト教、ヒンドゥー教、アフマディアや、その他宗教が0.10%となっている。言語的には、1998年の 国勢調査では、ウルドゥー語人口が62.52%で、過半数を占め、ついでパンジャブ語13.94%、シンド語7.22%、パシュトゥーン語5.42%、バローチー語4.34%、サライキパー語2.11%、その他12.4%となっている。その他言語の話者には、グジャラート語、ペルシア語、アラビア語、 ベンガル語、コアール語、ブルシャスキー語、ブラーフーイ語などがある。カラチの主要道路、鉄道、港湾、空港ジンナー国際空港カラチカントンメント駅、カラチの空港としては、市外の東部に位置するジンナー国際空港がある。パキスタンのフラッグキャリアである、パキスタン国際航空は、カラチに本社を置き、ジンナー国際空港をハブ空港としている。 大テロ戦争において、アメリカ合衆国及びその同盟軍は、この空港を戦略的平坦拠点として用いた。1970年代初頭までは、南回り、ヨーロッパ線の主要経由空港として、アジアとヨーロッパを結ぶ世界の重要空港であった。このほか町から離れた場所に2カ所の飛行場がある。カラチ港は、パキスタン最大の港であり、 パキスタン建国以後は国内唯一の輸出港として重要性を増した。カラチ港の混雑を緩和するため、1970年代末には、カラチ港の東3 5トルカラチ市域の東端にカッシム港が開港し、パキスタン第二の港となった。しかし、この両港ともにカラチ市に属するため、カラチにパキスタンの海運のほとんどが集中している状況には、 変わりない。カラチ港については定期旅客航路はない。しかし近場の島、パキスタン風ビーチにアクセスする近距離線は日中ならば複数航行している。カラチは鉄道により国内の他の地域と結ばれている。カラチシティとカラチカントンメントの二つが主要な駅である。特にカラチカントンメント駅は市中心街の南に位置し、 パキスタン国鉄一のハブ駅で、ここから、パキスタン各地の主要都市へ、毎日列車が発着する。また、カラチ都市交通公社が運行する全長4 4トルの環状線があるが、朝夕の限られた時間に限られた本数しか、走行していないため、実用性は低い。この環状線を活性化させ、近代的な大量輸送システムに変換する計画が、 パキスタン政府によって承認された。このプロジェクトの総工費は1600億円であり、日本政府の政府開発援助によって2013年度に完成予定である。現在、カラチにおける主な大量輸送機関はきらびやかに装飾された、その名もキンキラバスである。この名は現地の日本人による通称であり、現地人はマツダと呼んでいる。これは、 松田のバスをベースに改造されたもののためである。約1万台の金キ,キラバスがあるが、それをもってしてもラッシュ時の輸送量をさばききれていない。中でも、カラチ中心部のサダル地区、エンプレスマーケット前の金キ,キラバス渋滞は凄まじい。パキスタン国立博物館カラチには1951年に設立された市街東部のカラチ大学をはじめ、いくつかの大学がある。 また、パキスタン国立博物館が、バーンズガーデンにある。カラチにはパキスタンで最も古い英字誌である、ドーン紙やパキスタン建国以前に創刊された、大手ウルドゥー語シである、ジャング紙など、多くの新聞社が存在している。カラチで、最も人気のあるスポーツはクリケットであり、市内中心部に位置する、国立競技場は、 カラチ唯一の世界レベルのクリケットスタジアムであり、パキスタン国内でも、ラホールのガダフィスタジアムに次いで2番目に、大きな競技場である。ありがとうございます。